はい、こんにちは、くんです。ということで、マインクラフトサバイバルやっていこうかなと思います。たい焼き像は、そろそろ完成してきましたね。おー、だいぶ、できてきたんじゃない？たい焼きは？イカをたい焼きは？あ。たい焼きの幸せ釣り。ちょっと待って。お前、色おかしくなってない？決めんだけど、めっちゃ。目に毒みたいな色になってる。ヤドクガエル。なんか偽物いる。これ偽物だったの？こっち。あの目と目があった。俺たい焼き、すげえな。たい焼きが俺たい焼きってセリフって今まで入ったことない。多分。じゃあ真のたい焼きをかけた戦いするか。みんなバトルの時間だ。赤コーナーたい焼き、青コーナーたい焼き、スタート。落とした方の勝ち。シンプル、ルールはシンプル。あ、なんだこの戦いは。血を流せ。くんさん、俺気づいたよ。え、真の強さって平和なことなんだって。あ、え、先に落ちたのラーバフロックよってたい焼きの勝利。たい焼き1114が真のたい焼きです。なんてこと言ってんじゃねえ。ラーバいなくなったよ。なんか平和、真の平和はどうだこうだとか、なんか脳が鍛れてどっか行ったぞ。筋トレしに行った。まあトレーニング大事だからな。くん来て。なんだ、なかなかいいね。なんかちょっと邪魔じゃない？なんかめっちゃ邪魔じゃない？なんかこれ。そうなんですよ。誰のだっけこれ。はねってんのこいつ。土地ない。遠く行く。あ、燃やそうか。シングルしてるやついるし、燃やそうか。これ燃やせ燃やせ、ぶっ壊せぶっ壊せ。じゃダメ。あれ、これ結構やばくない？でもこの起爆の方法。おお、さすがプロ。微妙に損害が起きただけだ。あぶねえ。さすがプロフェッショナル。さあ、あとはお片付けだよ。君には残念だったな。あ、いい場所あるぞ。9位。あんなわけわからんところにいるのもかわいそうだから。土地あるかな。10位が呼んでますよ。なんだ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 。俺土地探してんだけど。は？何これ、何やってんのこれ。高層劇場、題目時代劇。言う。あ、はい、いらっしゃい。いいもん揃ってるぜ。何があるんです。ベリーか。スイートベリー。特に怪しいもの売ってなさそうだ。始まります。キャーエッチ。おい、そこの姉ちゃん、いいことしない？何やつ。なんか世界観バグってない？セーラー服だよね。なんか暴れん坊将軍みたいになってるよ。え、終わり？めでたし。あ、これで終わりなんだ。あ、これで終わり。あーあー、すげえ。すごいね。あー、終わりなんだ。あの、な、なに、あの、江戸時代っぽかったら何だったの？何もなかったってこと？すごー。グッドエンドだったの？なに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 、劇場の裏に招待された。高層劇場、ちょっと人類には早いね。毎回思うけど。劇場の収益を支配人に渡しに行きます。支配人？そんなのいたの？誰がやってんのここ。止めかよ。支配人の白熊だ。なんか嵐っていう風な話してるけど、実は劇場の本当の支配人は白熊メロンなのです。あの、高祖君、ちょっと待っててもらっていい？なんかね、
なんか事件が起こってるらしいんだよ。武蔵屋が放火してる。あ、放火してたのかこいつ。危な、こいつ放火してなかった今確かに。あ、持ってる持ってる確かに。え、何やってん、え、何やってんの、え、頭おかしくなったの。え、そんなキャラだっけ。え、錯乱したのなんか。なんでくん来て、ちょっと待ってたかぞ。なんか錯乱してる。なんか、え、のじゃじゃ嘘だよな。え、のじゃじゃ、え、中身変わった。か妹とかがやってんの今。弟とか妹とかやってんの今。え、なんでのじゃじゃ最近動画に取り上げられてないって言ってたから。あ、それで、あ、動機として赤ちゃんと同じか。あんな喋るのじゃじゃが無言な時点でおかしい。確かに。くん来て。え、ちょっと事件が起こってるから、高瀬、ちょっと待って。まず支配人待ってくれ。多分これ、マジでこれ弟とか妹とかがやってんじゃね。え、のじゃじゃハッキングされた？え、おかしくないの？ほら、なんかガラスとかやってるし、なんか。え？捕まえるか。え、なぜカイキングが？何やってんのこいつ本当に。本当に何なのこれ。何なのこれ。のじゃじゃ VC いない。え、これのじゃじゃじゃないんじゃね。あの VC っていうのはディスコードの俺の VC を聞くためのやつ。女と VC してんの。あー、アカウント乗っ取られたのか。アカウント。のじゃじゃのパスワードはのじゃ R のじゃじゃ123ってこの前言ってたからな。おい。閉じ込めといてこれ。のじゃじゃツイッター最後のつぶやき。親がのじゃじゃのスマホにファブリーズかけてきた。じゃあお母さんなんじゃね。親がやってるってことこれ。ママのじゃがやってんのこれ。おかしいもんね。なんかえ、だってさ普通に下掘って脱出すると思うんだよね、のじゃじゃだったら。何なんだっけ、ダーツもなんだっけ。え、何ここ、ここなんだっけ、ここ、これなんだっけ。お、高須どうしたの。あ、そう、びっくりショーとかやって終わったよね。なんだっけ最初から、ね、あの高須のびっくりショーはあれ、あ、びっくりショーからやるらしいよまた。は、大変だ、倒れてる人がいる。大丈夫、熱烈なファンなんか暴れすぎて、なんかメタルのライブのモッシュみたいな状況になってるよ。さあみんな静かに静かに、始まるぞ。みんな大富豪しようぜ。ジョーカースペさん、マジか。は？え？は？え、終わり？え、これ終わり？え、ちょっと待って。え、終わり？え、終わり？これ。え？え？あー、すげえ。あー、終わりらしい。すごっ。大富豪何だったの？高層はやらないパターンもあるんだね。のじゃじゃどうなったの？のじゃじゃ。くんさん、のじゃじゃ確保してある。全角で話し出した。え、なんて話してんの。 TAWEWWAWWWDU これさ、多分さ、え、なんなんだろう。え、これやばくない。これ T 押したまま操作キー押したんだと思う。確かにディスコ見て。おい、お前大丈夫か、どうした、マイクラやってる、放置してるよ。え、お前動いてるで。え、ビリビリ発説。お前誰、のじゃじゃ演技うまいな。のじゃじゃ、自分がのじゃじゃって認識してないんじゃない。でも本物のじゃじゃより当たり前さ。そう、あの、ああ、ああ、動いた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 、喋ったぞ。これ偽物、これどっち、どういうこと。ええ、怖っ。いいか、いつものいいの、いい、これ偽物だ、小文字じゃない、いつものじゃない、これ偽物、偽物だわこれ。アマゾンはやめろお前。こいつ一回蹴りましょう。え、部屋にもう一人いるぞお前。
お前もう触れるな、もうお前ら。何かあった？怖っ、怖い。怖いんだけど。どういうこと？怖っ、二人いんの？のじゃじゃよ、もう。もう病人ばっかじゃん、もう、この。この病人しかいねえよ、この、この50人サーバー。病気の人ばっかだ。妹がいた。のじゃじゃの妹、連れてきてよ、連れてきて、連れてきて。のじゃじゃ風呂行ってて。のじゃこ連れてきてよ。そっちの方が良かったよな。よかったくない？みんな。それでいいよな。のじゃじゃじゃなくて、のじゃこの方がいいよな、みんな。それでいいか。妹の方が面白かったよ。よし、みんな、選挙しようぜ。西と頼む。ああ、来た来た来た。よし、議長来たね。はい、それでは、議決を取ります。R のじゃじゃを追放して、のじゃじゃの妹に今後ね、50人クラフトやってほしいと思います。賛成の方は賛成票、反対の方は反対票お願いします。どうぞ。賛成。賛成44票、反対3票。本法案は可決されました。じゃあ何のじゃじゃ。今までありがとう。じゃ妹連れてきてもらっていいか。何歳なの妹。15。おお、15歳であんなことしてたの？もっと女児みたいなさ、8歳みたいなノリかと思ったんだけど。のじゃじゃの部屋にさ、勝手に、いや、マイクラ知らんとかもういいから、教える、教える、全部。全部教えるから。声も聞かせます？そうだね。声も聞かせた方がいいと思う。のじゃじゃ、お風呂また入ってきていいよ。あ、これ、多分妹に変わってるんじゃない？今。変わった。お兄ちゃんちゃんと学校行ってる？行ってない。まあそうだろうな。行ってないとこんな参加できないもんな、たくさん。お兄ちゃん教えてくれるかな。お兄ちゃん何歳？言うなって。何歳かってダメなんだ。じゃあ成人してる？二十歳？成人してないんだ。17ってとこ、16、17ってとこだな。お兄ちゃん。彼女とかできそうな雰囲気ある？お兄ちゃんネットで YouTuber みたいなことしてるよ。お母さんにもこれちょっと教えといて。このお兄ちゃんネットで YouTuber みたいなことしてるから、これから YouTuber って呼んであげて。 R のじゃじゃ強めと出てくるよ。おい、おい、これ戻ったのか。おい、やめろ。いらねえよな。もう行くか、みんな解散だな。で、なんだっけ、何のネタだっけ。あれ、なんかやってる。あ、何これ、なんか劇場やんのこれ、ネタ。人多いけど。来て。ん？劇場来たよ。おい、みんななんか劇が始まるらしいぞ。何回やんのこれ。劇が始まるんだって。わーい。始まった、始まった。何語？なんかアラブ語みたいなの話してる。危険な人がいるみたい。街で暴れてみたい。みんな急いでプリキュアを呼んで。あ、ほんとだ、暴れてる、暴れてる。せーの、プリキュアー。あ、来た、プリキュア。プリキュアだ。プリキュアー、頑張れー。殺せ。プリキュアで、なんでアラブ系の人が出てくるんだ。あ、勝った。で？は？終わり？あれ？今回なし？は？は？さ、最後横切っていったの何のキャラや、今の。くん来て。ん？どうした？あ、パオワクー。なんかできてる。くんさん、この兵器の性能を見せてあげます。ほう。
ここに立ってて、はい、立ちましたけど何が起こるの。コタロースーパーアルティメットハイパージェットロボ行きます。は、え、おめえだろ、おめえだろ、お前だろ、なんでだよ。おいおいおい、やめて、助けてくれ、おい、いや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 、お前だろ、絶対これミスっただけだろ。あ、あとは頼む。なんだこれ。僕もたい焼きさんとラーバフロックさんのピンク争いに参加したかったけど、新人雑魚で用意が遅れて微妙な拾われ方をくんさんにされてしまいました。どうすればいいですか。急いでスキン塗ったんですけど間に合いませんでした。 ES 妹のネタが入ってネタが古くなって見せるか迷いますそうだな、ナイーブ。もうたい焼きにくっついて回るしかないな。あの水色のも作っといた方がいいぞ、小太郎にくっついていけるように。でなんだっけ、これ妹たまにやらした方がいいですか。いやたまに、ダメ、 やらせなくて、あのいつもやらせないとダメ。妹に毎回買い与えて。 PC ないよ。いや、ある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 。のじゃじゃのあげるとかは。え、てかさ、のじゃじゃの部屋にさ妹が侵入してきたりすんの。お兄ちゃんのパソコン勝手にあさ、うわー、クロームの履歴見させればよかった、しまった。次見させよう。あ、劇場すんの、劇場するのこれ。あ、また劇場するのか、また。うん、エベスお前ふざけた格好してんな。何が始まるんだろう。白クマが来て、は、は、なんか手抜きじゃね。4幕目何これ。え、え、何これ、4幕目手抜きじゃね。あ、え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 、壊した。支配人は白クマメロンです。え、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 あ、そういう演目か。支配人の白クマ、あれあれ、なんか、え、え、なんかちょっと珍しい劇が始まったな。最近劇場で昆布の取り組みという噂が流れている。え、なんかすごいめたいめたいね、なんか急展開始まってる。がっぽりですって。昆布取り調理法で逮捕する。あ、警察来た。そんな、え、何、白熊警察側に回ってんの。高層貴様に容疑がかかってる、ついてきてもらおうか。あいつも共犯だ。こっちだ。え、あ、終わっちゃった。なんかオチがないまま終わったね。最後が明らかにされない終わりもあるんだ。劇にしてはリアルだったな。確かに最初からやろう。さあ行こうか。みんなコンピューターだと思ったみたい。コンピューター、あれコンピューターって何。え、じゃあコンピューターじゃなくてコンピューターなの。お前コンピューターってどうやって打つの。コンピューター、え、え、の、後々的にはコンピューターと思ってたの。コンプビュー、コンプリ、コンピューター。え、でコンピューターって打ってたじゃん。え、間違えるか。え、で後々だって出す、だってさコンピューターって打つときさ、で PYU じゃなくて、え、 U が打てなかったのではないでしょうか。あー、まあいいや、コンピューターで。で、で何、あー、全員コンピューターだと思って荒らし回ったんだ。まあでもある意味 NPC みたいなもんだから、ボットみたいなもんだから大丈夫だよ。今度のじゃじゃの妹に伝える、のじゃじゃのこといろいろ伝えとかねえとな。お兄ちゃんの性癖とか。のじゃじゃどういうのが好きなの。じゃあ言わないんだったら適当にさ、お兄ちゃん妹もので抜いてるらしいよって今度教えてやろうぜ。やめて、ダメ。どれが本物の妹か当てる系ゲーム系 AV とか見てそう。そんなのあるの。俺も同じ意見だ。そんなのあるの。見てるんだろうな多分。